うなぎ？我が様の命なら天竜川行って取ってくるけど。どうしたんすか、いきなり。くれぐれも皆には内緒ですぞ。私が神の力をなくしていることは。神の力を取り戻すのになぜうなぎなのです？うなぎは諏訪の名産品。冬は脂がたっぷり乗って身も柔らかく。全身に力がみなぎる。ですが新力は戻りませんのな。うなぎではなかったようだ。ちょっと食べてみたくなりまして。山で修行する山伏が刺激的な氷が、魔を払う力を呼び起こしますよ。でもこれでもないですな。神道では男も女も等しく不可欠。とりわけ巫女の役割は重要です。人形を使って神力を取り戻す儀式をします。巫女？やばいよね。ああ、精のつくもんいっぱい食って、等身大の巫女人形を作って。わか、精液えぐいな。時々様があの年でそんな高度な領域に。落ち着いて。主君がド変態だからといって皆さんの忠義に変わりはないはず。たとえどんなにド変態幕府であろうとも、私も老頭として武とド変態を極めるよ。とりあえず総力。